どうもーちでーす。今日からですね、前回まで何度か告知していたんですけれども、ちーのマイクラ実況新シリーズをやっていきたいと思います。今回から行うシリーズはですね、モッド紹介をやっていこうかなと思います。モッド紹介第1弾なんですけれども、ザ・トワイライト・フォレスト、まあ、日本語で言うと黄昏の森モッド、こちらをですね、まずは第1弾として遊んでいきたいと思います。はい、この黄昏の森モッドはですね、基本的にマインクラフトはストーリー性がないんですけれども、まあ、このモッドを入れることによっていろんな場所をクリアしていくモッドらしいです。僕もまだそれ以上のことはよくわからないので、今回はですね、何回かに分けて黄昏の森モッドをご紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、まずですね、黄昏の森モッドは黄昏の森に行かないといけないんですね。で、そこに行くためにまずここですね、適当に今 2×2 で穴を掘ります。で、この周りにですね、今エリリンが持っている花とかをこのように植えます。これびっしり植えるんですけれども、まあ、これをですね、やった後にこの中に水を入れてダイヤをこの中に放り投げると、ここに黄昏の森に行くゲートができるんですね。そのゲートを作るためにここにですね、水を張ってダイヤを投げないといけないので、まずはその材料集めの方をしていきたいと思います。で、ここはですね、結構大変なので、エリリンと分担してやっていこうと思います。まずは、エリリンにはベッドを作ってもらうのと、ここら辺にですね、拠点とかを作ってもらおうかなと思います。で、僕はですね、高さ12マス目ぐらいまで下に掘り下げていって、で、そこでダイヤを見つけたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まず下に掘るためには道具が必要だよね。なんだか最近この作業多いまずはですね、ツルハシとシャベルを作ろうと思います。ここら辺はちょっと地味なのでカットします。はい、まずいつも通りですね、作業台を作って木のシャベルと斧とツルハシを作りました。じゃあここでですね、深さ12マス目まで掘っていきたいと思います。もうこれで石の道具が作れますね。これでだいぶ作業効率が良くなりました。とりあえず高さ12マス目まで来たので、ここからですね、掘っていきたいと思います。いや、マグマの音すごいけど、あ、あった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 、鉄あった、よかった。あー、やっぱりマグマだった。うわー、うわー、すごい。どうしようかな、一回ちょっと鉄燃やそうか。ちょうどいいので、ここでツルハシ、鉄のツルハシ作ります。装備ができた。じゃあこれあげる。もう1時間半ぐらい掘ってるんだけど全然見つからないおお、あった、やっと見つけた長かった。ちょっとこれですね、最初に用意しておいたこの鉄のつるはしで取っちゃいたいと思います。まあ1個できれば問題ないので、これで OK ですね。あ、上にもあるからついでに、特に意味はないんですけど。お、結構ありますね、ここ。あ、いっぱいある、やった。意味ないけどダイヤ装備とかも集めれば作れるからね。よし、じゃあこれで一旦戻ろう。一応どっちか死んでも大丈夫なようにダイヤ半分ずつ、いや持ってるそんなにいらない、はい、3個ずつ。なかなか昼前にならないから、ちょっとここで待機して昼になるの待ちます。そろそろ朝かな。なんか羊がいないからベッド作れないんだよねあ、明るくなってる、明るくなってる、よかったよかった。あ、そうだ、バケツ必要だ、バケツ鉄で全部装備作っちゃった。おおー、いいね。早く明るいうちにやらないとまた夜になっちゃうから。
大変だ。時間また待たないといけなくなっちゃう。できた。バケツ。あったあった。で、まずここで、無限水源を作って、ちょうど水も近くにあるから、よかった。無限水源を作って、で、ここに、ダイヤを1個投げると、黄昏の森に行くためのゲートができるんだよね。はい、じゃあ、エリリン、これ、投げてみようか。どうぞ。届いてない。もうちょっと狙い定めて、水の中に。おお、びっくりした、すごっ。トワイライトポータルってのができた。おお、燃えてる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 。水の中入ってきた方がいい。あっちあっちあっち。あ、消えた。これがトワイライトポータルっていう黄昏の森に入るためのゲートですね。じゃあここに入るとですね、もうストーリーの方が始まるので、今日はですねここ入って終わりたいと思います。じゃあエリリン、僕から先に行くね。はい、じゃあ入ります。トワイライトゲートゴー。お？え？うわ、読み込んでた。お、エリリンも来た。これは、うわ、見て見て見て。なんかめっちゃ鹿がいる。すごい鹿がたくさんいる。なんかもう全く別物みたいな感じだね。あれなんだ？あれも木か。なんかよく見たら木も変わった形してるね、全部。なんかさっき鳥の鳴き声もしたけど、この葉っぱみたいなのは何？なんか四つ葉のクローバーみたいな。なんか四つ葉のクローバーみたいなのがある。そうだね、剣持ってった方がいいね、危ないからね。よし、じゃあちょっと見てみよう。ちょっとだけ周り、さらっと見て今日は。なんだろう、この鳥。あ、鳥だ！わ、鳥いっぱいいる。何の鳥だろう。あ、しかも色違いがいるんだね、結構。なんか夜だと思うんだけど、敵もいないし平和だね。うわ、なんだあれ。うわー、何これ。なんかでっかい塔みたいなのが出てきた。 なんだこれ、何の建物なんだろう。お、ウサギ。あ、なんか変わったウサギみたいなのがいる。なんか飛ばないね、しかも。走ってる。あ、こっちにもいる。ウサギっぽいけど、ウサギじゃないのかな、これ。なんかジャンプはね、しない。ちょこちょこ逃げてく。ほら。こっちも逃げてく。すごいね。なんかあそこに見えるキノコも、なんかだいぶ変わった形したキノコだし、木も、なんだろう、あの木は。すごい変わった木もある。うわー、何この木。これ何の木？あ、ホタルがいる、ホタル。すごいね。綺麗だ。ここは虫もいるのか。あ、あっちの木にもいるね。この木、あ、結構ここホタルいっぱいいる。あちこち光ってる。あ、取れた。え、ホタル取れるの？ここに置くといいの？おお。ホタル自由に取れる。取ってくっつけられる。これキノコとか。おお、すごい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 。なんか松明の代わりみたいだね。あそこにもいるけど。これ入ってきた時から夜だけど、ずっと夜なのかな。これなんだろう、
目って一応言ってるから羊なのかな。全然耳の形が違うけど、すでに最初からカラフルな羊たちがいる。あれは何？イノシシ？イノシシがいる。豚じゃないんだ、イノシシなんだ。これイノシシだよね。なんかブーって言ってるけど、顔は完全イノシシだけど。これ完全イノシシだよね。なんか変わった世界だね。すごいな、木の大木で。あれ？木の中に木があるの？え、どういうこと？木の中が空洞だ。ここ、これでもう家にできるってこと？うわ、なんだろうこの音。なんかこの前からこの音ずっとするけど、なんだろうね。どっかに大きな空洞があるのかな。なんかよく洞窟の音ってこんなんじゃなかったっけ。何あの虫。なんかす、おお、音符出た音符出た。え、何あれ、何これ。なんか歌ってんの。なんかセミみたいだね。あれ取れるのかな、あの虫も。あ、取れた。しかも撮った後もまあまあ長いこと泣いてるっていうね。とりあえず全部英語なんだね。なんかちょっとセミにしてはだいぶ雑な鳴き方だけどね。はい、というわけでですね、今回から黄昏の森を冒険していきたいと思います。次回ですね、ちょっとまだ何やるのかが全く把握できてないんですけれども、まあいろいろですね、探索をしながら進めていきたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あとちーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで。バイバーイ。